ジョン・ワナメーカーはペンシルバニア州フィラデルフィア出身の百貨店経営者、宗教指導者、政治家、マーケティングにおける先駆者とも言われる。アメリカで優政長官も務めた。ワナメーカーは後に南フィラデルフィア地区として知られるようになる地方の合併されていない地域で1838年7月11日に生まれた。1861年、ワナメーカーは 兄弟の N ブラウンと協力してフィラデルフィアのジョージ・ワシントン邸宅横に彼の最初の紳士物医療店ブラウンワナメーカー商会を開いた。店の名前はオークホールと呼ばれた。彼は一つの価格と返品可能な商品という新しい商売方法で店を発展させ1869年に2号店をオープンさせた。その後1875年に 罠メーカーは使われていない鉄道車庫を購入し、グランドデポットと呼ばれるデパートを建設した。このグランドデポットは一つの敷地内に各種専門店を集めたフィラデルフィアにおける最初の百貨店と言われている。1860年に罠メーカーはメアリー・エリンジャー・ブラウンと結婚して6人の子を得たが、うち2人は幼少期に死亡している。 また熱心なキリスト教徒であり、フィラデルフィア YMCA の発展に大きく寄与した。罠メーカーは1896年にニューヨークに百貨店を出店させた。また、ヨーロッパの罠メーカー家と協力して、ロンドンとパリにも出店し、海外でビジネスを拡大させた。フィラデルフィアにはシカゴの有名な建築家である、 ダニエル・エイチ・バーナムによって設計されたワナメーカービルを1910年に完成させた。これはフィラデルフィアの市役所の真向かいに立ち13番通りとマーケットストリートの交差点の全部ロックを包囲する広さであった。このビルは現在アメリカの歴史的建造物に指定されている。ワナメーカーは控えめな性格であったが広告の利用と マーチャンダイジングにおいて革新的なアイデアを実行している。彼は固定価格システムを発明し、小札販売を実施。現在標準的な消臭感になっている、返金可能保証を初めて導入した。また、従業員に対して教育費、雇用施設、企業年金と利益の分配といった、福利構成も充実させた。 広告を重視した罠メーカーは新聞に見開き、広告を載せた初の小売業者と呼ばれる。彼は当初自分でコピーライターを行っていたが、後に世界初の専業コピーライターとなるジョン・エモリー・パワーズを雇った。パワーズの広告によって罠メーカーの収益は400万ドルから800万ドルに上昇した。1889年に罠メーカーは、 ーハリソン大統領によって、米国の郵政長官に任命された。彼は、初の記念切手を発行し、また、郵政公社に効率性を上げる、様々な制度を導入した。また、合衆国内で、初めて地方の郵便業務の無料化を計画したが、1897年まで実行されることはなかった。1890年には、高級切手を発行したが、 品質が高すぎたために全国のマスコミに否定的に報道された。また、1891年に郵便周配員のユニフォームの変更を命じたが、ユニフォームの注文をボルチモアのある一社に注文するよう手配したとして訴訟を起こされている。罠メーカーは1922年12月12日に亡くなった。2日後に葬式が行われ、 フィラデルフィアの聖ジェームズ教会の墓地に埋葬された。罠メーカーの死によって残された遺産は約1億ドルと推定され、子供と孫の3人に分配された。死後、百貨店は次男のルイスによって引き継がれた。罠メーカーは数々の名言を残したことでも知られる。ありがとうございます。